比嘉先生たちが普段の練習でやっていることもみんなにも教えちゃうぞ。まずはね、一本橋です。一本橋ね、柔らかいシートとかがあればそれの上でも大丈夫です。しっかりまずは、腕立てのポーズに近いんだけれども、肘でまずは体を支えてください。そしたらつま先揃えて、あとは体をまっすぐにするだけです。お尻がこんなに上がったり、お椅子がこんな風に近づいたらダメです。ちゃんと体をまっすぐにして、あとは体を締める、シュッ、そう、お尻の位置と体の位置が、ただ背中の方が上になるよ、お尻下がる、もうちょっと、ね、そう、1分とかできたらいいですね。あとはね、もうこれでもね、余裕だよって子は足をこうでバランスを取ってください。こうで、足のこう、足のこうで柔らかくぐーっと入れて、でもお尻を下げて、ほっ、できるとすごい効きます、ね、そう、30秒からでもいいです。どんどんね、何分できるか、どんどんチャレンジしていってください。はい、じゃあ試しましょう。はい、では次はですね、マーブーっていう特訓です。これが得意なのは、なんと伊佐藤先生です。肩幅下ろして、手を前にキープいきましょう、うん、おしまい。止めてください。よく頑張りました。はい、では、汗かく。ね、そうね、物はね、いろいろね、ちょっとお父さんお母さんと相談してもらって、ね、同じポーズをずっと取る、ね、腕伸ばし続ける、ね、どんどん腕下がってきちゃったり、足ね、辛くなってくるとお尻がどんどん上がってきちゃうので、しっかり同じポーズ、同じ姿勢を長時間止めてやれるように。はい。ジャッキー・チェンやブルース・リーのトレーニングです。やってみよう。